ずなんだけど、激安の雑貨屋があるって言うから来てみたけど、それっぽいお店なんてどこにもないじゃない。どうしよう、ここまで来て諦めるのも嫌だし、誰かに道を聞けば。でも知らない人に声をかけるなんて。いつまでも人見知りじゃいられない。道を聞くくらい余裕よ。誰か来た。あの人に聞いてみよう。あ、びっくりした。何か用？ごめんなさい。私なんかのせいでびっくりさせてしまって、思っていたより大きな声が出ちゃって。そのお店が、じゃなくて、道がわからなくて、本日はお日柄もよく、お足元の悪い中、って何の挨拶よ。いや、そうじゃなくて、だから、やっぱりいいです。何でもありません。失敗しちゃった。道を聞くだけなのに、なんでこんな緊張しちゃうのよ。次よ。次こそちゃんと聞いてみせる。ちょうど次の人が。今度こそ。また無駄に大声を。なんで失敗から学ばないのよ。はい、どうかしましたです。聞いてくれますか。私はよりっていう名前で。違う、ここで名乗る必要ないでしょう。だから、その道が激安で、じゃない、お店を探してて、やっぱりいいです。ごめんなさい。無事に買い物できたけど、あんなにしつこく私の話を聞こうとする人初めてよ。私、人と話すの苦手だから。特に男の人が相手だと緊張しちゃってまともに話せなくて。今は普通に話せてる？あれ？言われてみれば。あんたがあまりにしつこいからイライラして緊張どころじゃなかったわ。もう怒ってないわよ。しつこかったけど、おかげでお店も見つけられたし、一度話せちゃうと普通に話せるみたい。男の人とこんなに話したの初めて。ねえ、あんたなんて名前？よければまた。やっぱりいい。じゃあね。
の途中だったって。だからいいって言ったでしょ。こんな時までしつこくしなくていいのよ。